皆様、本日もお疲れ様です。オカリナ奏者の小林陽子です。クリスマスが終わった途端、いっぺんに空気が変わって、年末だー、はい、新年だーと、気ぜわしいですね。昨日までのクリスマスソングは、どこへ行ってしまったんだろう。幻だったのかなと思うこともないくらい、いっぺんに年末モードです。先日のラジオ講座風がありがたいことに、よかったよの声をいただいております。ありがとうございます。早速第2回をお送りしたいと思います。今年は本当に本当に本当に大変な1年でした。ぜひこの曲をお送りしたいなと思って用意いたしました。 Believe です。このビリーブですが、作曲家杉本龍一さんの作詞作曲のものです。1998年、今からもう20年以上前ですね。 NHK 生き物地球機構の3代目のエンディングテーマとして生まれました。この美しいメロディーで人を思いやる気持ちを歌っている曲なので、卒園式や卒業式、学校の合唱コンクールの定番中の定番となっている一曲です。オカリナで吹いても音域や音の運びがとっても気持ちがいい一曲ですね。私が初めてこの Believe を聞いたのは、実はテレビからではなくて、ソプラノの声楽家の方が歌う Believe だったんです。その時聞き終えた後、あったかい涙が出たことを今でも覚えてます。こんなに歌詞とメロディーが合う曲があるんだなって思いました。なんかこう歌詞を読むだけだとキザだなとか、そんなこと言えないよなって思うことがありますが、ぴったりと合ったメロディーに乗せて歌われるとストーンって胸に落ちる、これが音楽なんだななんて思ったことを覚えてます。その歌詞ですけれども、こんなに素敵なんですよ。例えば君が傷ついてくじけそうになった時は、必ず僕がそばにいて
支えてあげるよその肩を。世界中の希望を乗せて、この地球は回ってる。今未来の扉を開けるとき、悲しみや苦しみがいつの日か喜びに変わるだろう。I believe in future. 信じてる。ほら、なんとなくこう歌詞だけ読むとちょっと恥ずかしくないですか？でもこれが不思議にメロディーに乗せると、なんていいんだろうって思っちゃうんですよね。そしてこの歌詞ですけど、今のこのコロナに苦しむこの時に合ってますね。 Believe、いい曲だ。音楽には静かに始まってだん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 盛り上がっていくという曲と、もう待ってましたって始まる曲があると思うんです。この Believe は静かに待ってましたっていう感じかな、始まり方が。これね、例えば君がだよ、時は必ず僕がそばにいるんだって、うんって、で支えてあげるよその肩を。ずっとここまでもういきなり僕がいるよって言ってくれてますね。でその後がね、世界中のこう、今度バタバタしないんだね、四分音符をたっぷり歌う希望の制定。そしてこの地球はきっと力強く回ってるんだよねって教えてくれる。はい、今未来の、ここちょっとリズミカルだね、扉を開けるとき、はい、悲しみやあるんだけどね、いっぱい、でも大丈夫なんだよっていう根底があるから弱くはないんだ。この低音、いつ喜びに変わることを信じようねって歌ってるんだね。 I believe future、 未来を信じてます。信じてるはフェードアウトっていうよりもルーをしっかり力強く歌いたいなと思います。さあそれではオカリナで吹いてみましょう。四分音符をテンポ92に合わせて演奏してみたいと思います。1、2、3。いかがでしたでしょうか。この曲は最初に申し上げました通り、人を思いやる気持ちがいっぱい詰まってる曲です。なのでメロディーラインはとても優しいんですけれども、テヌートを意識して一音一音はっきり、決して軽くならないでしっかり吹いた方がいいと思うんですよ。
A のところは8分音符で次々とこう音が変わっていきますから、ここが滑舌よく吹けるといいですね。そして B のところはもう歌詞にもある通り世界中のっていう規模が大きいですよね。なのでたっぷりと広々と吹けたらいいんじゃないでしょうか。はい、それでですね、E からのところはさらにこう力が増す、パワーが増す、勇気が出てくる、そんな感じにしたかったので、オカリナの練習も兼ねて高音まで使うオブリガートを作ってみましたよ。ちょっとこんな感じです。聞いてみてください。感じで広がりを増すためにつけてみたらどうかなと思います。では E の部分をオカリナで演奏してみたいと思います。 1,2,3,4それでは最後にもう一度、伴奏に合わせてビリーブ聴いてください。最後まで聞いてくださりありがとうございます。皆様どうぞ素敵な年をお迎えください。コロナにパンチ。